ジ人種はアメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA の元選手、指導者。出身地はメリーランド州ボルティモア。出身大学はメリーランド大学。現役時代はデトロイトピストンズのエースとして活躍し、スピンウーブを編み出した選手と言われている。引退後はヘッドコーチとして長年再配を振り、二度最優秀コーチ賞を受賞した。 ジーン・シューことユージーン・ウィリアム・シューは、メリーランド大学卒業後、1954年の NBA ドラフトで、フィラデルフィア・ウォリアーズから全体3位指名を受けて、NBA 入りを果たした。シューの才能が開花されたのは、ニューヨーク・ニックスを経て、ホート・ウェイン・ピストンズ、後のデトロイト・ピストンズに移籍してからだった。ピストンズに移籍して4シーズン目の1959から、 60シーズンには、キャリアハイとなる22.8得点5点を、リバウンドを記録している。ピストーンズでは1961から62シーズンまでの6シーズンプレイし、以後再びニックスに戻り、そして、ボルティモア・ブレッツに移籍した1963から64シーズンを最後に、現役から引退した。 NBA 通算成績は10シーズン699試合の出場で168得点2855リバウンド平均14.4得点4.1リバウンドだった通算168得点はガードの選手としては当時の NBA 記録だった朱のコーチキャリアは22年間に及びうち13年をワシントンウィザーズで指揮したは 現役時代の最後を過ごした、ボルティモア・ブレッツでのラストシーズンを選手権、ヘッドコーチとして過ごし、引退してからは、ヘッドコーチに専念した。当時低迷していたブレッツは、シュウが就任して3年目の1968から69、シーズンには、前期の36勝から57勝と大躍進を遂げ、シュウは、最優秀コーチ賞に選ばれた。 1970から71シーズンにはファイナルに進出している。1973から74シーズンからはフィラデルフィアセブンティー・シクサーズのヘッドコーチに就任。シューは低迷期に入っていたセブンティー・シクサーズでも再建に成功しジュリアス・アービングを獲得した1976から77シーズンにはシューにとって2度目のファイナル進出を果たした。 その後2シーズンをサンディエゴクリッパーズで指揮し、1980から81シーズンからは再びワシントンに移転したブレッツで再敗を振るようになり、翌1982年には2度目となる最優秀コーチ賞に選ばれている。コーチとしての最後の2シーズンはロサンゼルスに移転したクリッパーズで過ごした。コーチ通算成績は22シーズン1645試合。 784勝861敗、勝率477、プレーオフ進出は10回、ファイナル進出は2回だった。ありがとうございます。